皆さんこんにちは、酒井若菜です。今日は肌荒れの直し方。私は30代の後半でものすごく肌荒れをしていました。サムネにも載せていると思うんですけども、本当に赤く腫れ上がってしまって、何を塗ってもしみるっていう状態で、本当にどうしようもないぐらい肌荒れで悩まされていました。肌荒れって思ったよりもメンタルに打撃が来るっていう感じで、自信が持てなくなって、帽子をかぶったりマスクをしたり、なんか何とかして肌を人に見られないようにするんだけど、そういうふうにこう帽子だったりマスクだったり、さらにこう摩擦を起こして肌荒れが一向に治らないみたいなループにはまってしまっている人もいると思うんですね。なのでそういう方たちの役に立てればいいなと、少しでもねっていうふうに思うよ。で、私の場合は結局何だったのかっていうことをまずお話しするとですね、食事、遅延型のアレルギー検査をやったんですよね、皮膚科で。結構いいお値段しましたけど、でその中でじゃあどんな食品が私の場合はアレルギーだったかっていうと、特に強かったものは大麦、小麦、卵白、牛乳でした。私はもうとにかく小麦が好きで、大のラーメン好き、そして甘いもの大好きっていう感じだったので、小麦、大麦、卵白、牛乳なんてまあですよねっていう感じだったんですよね。なんで先生がそういう風に判断をしたのかなぜかわからないんだけど、牛乳に関しては酒井さん飲みすぎってことはないですかって言われたんだよね。でその時確かに2リットルのパックを常に2本常備してないと安心できないっていうぐらい、私牛乳も大好きだったから常に2パック家にあるような感じだったんですよね。で確かに牛乳は飲みすぎな自覚はありますとかつって、心当たりがあって、まあ、小麦にしてもそうだよね。でそれで1回2ヶ月ぐらいちょっと立ってみてくださいって言われたので、無理、ラーメンのない生活なんて考えられない、牛乳飲めない生活なんて考えられない、お菓子がない生活なんて考えられないっていうふうに思ったんだけど、まあ本当にすごい悩んでたから、まあそれよりも肌を治したいっていう気持ちの方がやっぱり強かったので、ちょっと立ってみたんですね、そういう食品を。そうしたらぐんぐん治った。びっくりするぐらい治りました。どんなにスキンケアをしてても、やっぱり改善しようがないことってあるんだと思うんだよね。で、それはやっぱり内側の問題だったりとかするから、食事っていうものがこんなにも作用するのかっていうことを面食らっちゃった感じでした。で、もともと私は食生活に関しては、その4品目に関しては心当たりはあったけれども、もともと食事にはすごく気をつけていたタイプで、まあ、野菜中心に取っていたりとか、例えばトランス脂肪酸とかは控えていたんですよね、ファストフードも食べない、インスタントのラーメン、インスタントラーメンみたいなのも食べない。だけど味が美味しいのは分かってるから、年に2回ずつカップラーメンチャンスっていうのと、ファストフードチャンスっていうのを年に2回ずつは設けてたんです。でそれはもう10年ぐらいずっとそう、徹底的にやめちゃうとストレスになっちゃうので、私の場合は年に2回ずつ許可をしたりとか、ラーメンとかにしてもこれぐらいの間隔を空ければ食べても肌に支障がないとか、そういうのがね分かってくるようになったので、今完全にそういうものを断っているかっていうと実は断ってません。だけど食べる頻度を考えたりとかするっていうだけでも、もう肌荒れがしなくなったので、これは本当に食事っていうものを一回見直すっていうのは大事だと思います。あとは体の健康のすべては腸にあるっていうことをよく言われますよね。だから腸環境っていうものをきちんと整えるような食生活をしていくっていうのもすごく大事だと思うので、まあみんなやってると思うけど、発酵食品を積極的に取り入れたりとか、食べる時間を考えたりとか、寝る前に食べ物を取ると寝てる間にも腸が
活動しなきゃいけないから腸の負担が消えないっていう人もいれば、空腹な状態で寝るのは良くないっていう人もいたりとか、まあ、そこは諸説あるので、まあ、それはまあ自分に合ったものを見つけてもらうっていうのが一番いいと思うんだけど、基本的には私は一時やめてましたけど、ずっと一日一食で10年ぐらい生きてたんですね。で、だからそうなると突然、まあここ2、3年で言われるようになったけど、16時間ダイエットっていうのかな、16時間食べ物、固形物を体に入れないみたいなことは、まあそもそもやっていたことなので、私はそれは合ってたのかなっていうふうに思うかなっていう感じなので、とにかく腸を大事に、腸を優先しながら食事っていうものを改善するっていうのが、私は、ね、肌荒れを治すのに一番効果があった、しかもダントツで効果があったものなので、皆さん肌荒れに悩んでいる方がいたら、外的刺激だけじゃなくて、内側の食生活っていうものを一度見直してみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。そして二つ目、美顔器を使わないっていうことです。私の肌はすごく摩擦に弱いんですね。なので、どんなに肌に負担がないと言われているものでも、美顔器を使うとどうしても摩擦になってしまうっていうところがあったので、もちろんそれは使い方にもよるだろうし、製品にもよるだろうし、少しでも肌が綺麗になりたいからっていうことで美顔器を使いたい人がいるのもわかるんだけど、一旦やめるっていうことは、まあ食事もそうだけどね、さっき言ったものもそうだけど、一旦やめるっていうことをやってみるのはいいんじゃないかなって思うので、美顔器でちょっとこう摩擦をかけているなとか、いうふうに心当たりがあるんだったら、やっぱりやめてみた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ちなみに、まあ今肌荒れでは悩んでいないけども、美顔器何か使ってますかってよく聞かれるんですけども、美顔器私一切使ってないです。はい。なので、だからその、なんていうのかな、リフトアップを目的とした美顔器とか私は一回やめた方がいいと思うんだけど、クレンジングをすることは大事だから、クレンジングの時だけ使うっていうのはもしかしたらいいのかもしれないけど、それは私はあんまり勧めてないかなっていうふうに思います。ただ素人知識なので、これは皆さんご自身でね考えていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それから洗顔ね、洗顔はもう完全に泡立て器を使うっていう感じです。洗顔ネットみたいなのがあるから、それで泡立てたりとかもするんだけど、セリアかな、セリアかどっかで売ってるこういうね、ちょっと待ってて、こういうねのが売ってるんですよ、100均に。こういうやつでシャカシャカって泡立てるやつがあったりとかするので、これでフォームを作って洗うっていうのが一番私は肌に刺激がなかったので、しっかりと洗顔フォームを泡立てるっていうのは、洗い流しすすぎの時にも泡切れが良くなったりとかするので、洗顔フォームの作り方っていうのはすごく大事なような気がします。それから肌が荒れている時は私絶対にやらないのは、シャワーを直接顔に当てないっていう風に気をつけています。だからもうシャワーから出てきてもこうすすぐようにして、このシャワーからの水圧みたいなものも、摩擦になってしまう時期があるからね、そういうのは気をつけているっていう感じです。あとはまあお風呂関連で言うと、顔を洗うのは必ず最後にします。で、最後に洗ってお風呂場の中でもう導入美容液みたいなのを先に塗ります。体拭くより何よりも先に塗って、で、体を拭いてお風呂から上がるっていう風にして、少しの間も乾燥させないということを私はやっていました。なのでこれはおすすめです。朝洗顔をした後は必ず洗顔用のペーパータオルみたいなものを使う。っていうようにしています。タオルで顔は拭き取らないように
気をつけています。ちょっとだけど繊維がついたり柔軟剤のね影響があったりとかする場合もあるので、タオルじゃなくてペーパータオルを使うようになったら肌がね結構良くなったっていう印象が私の中にはある。で今こう再生紙を使ってるところもいっぱいあるし、地球のことを考えて作られているものもたくさんあるので、そういうものを探して、使うのがいいんじゃないかなっていうふうに思うよ。あとは、枕カバーですね。私基本的に枕使わないんですよね。それはね、10代の頃から私は枕を使わないようにしてるんです。なんでかっていうと、地方ロケとか海外ロケがすごく多かったので、枕が違うと眠れないみたいな悩みを持つのがすごく嫌だったので、だったら東京の自宅にいる時にもそもそも枕を使わないようにしておけば、枕の違いによってホテルで眠れないということが解消されるので、なので10代からたまたま私は枕を使っていなかったんですね。だけど年を重ねるにつれて、首のシワの回避もできたりとかするので、枕を基本的に使わないんです。あとね、一個言っとくと、ベッドってそもそも枕を敷かない前提でこう作られてるんですよ。そこそこの品質が保たれているようなねベッドっていうのは、枕がない状態でどこが沈むようになってるかっていうのちゃんと設計されてるので、枕って実は必要なかったりとかするんですよね。これ社会調べなんでちょっとあんまり責任は取れないんですけど、確かそうだったと思うから、枕はそもそも必要ないです。だけど枕を使わずに寝るんだけど、朝起きたら、ま、あの頭のとこに枕はバーって置いてはあるのね、頭ぶつけないようにね。だけど朝起きるとその枕がグッてこう頭の下にあったりとかすることがちょいちょいあるんですよ。多分寝返り打ったりなんだったりしているうちに、まあ、自然と枕を引き寄せたっていうことなんだと思うんだけど、でその時の枕カバーは質のいいものをちゃんと使う。例えばシルクとかね、そういうもので肌に摩擦を起こりにくくさせたり、肌に直接、まあ、横向きになる時とかはダイレクトにつくものだし、こう摩擦も一番起こりやすいから、枕カバーをいいものを使うっていうことと、そして清潔にしておくっていうことですね。ちょっとでもホコリがついているものを置きたくないので、清潔にしておくっていう、そういうのはすごく大事なんじゃないかなって思います。そして最後、これはもうめちゃくちゃオーソドックスですけど、水を飲むっていうことです。まあ、特におさゆだといいんじゃないかなっていうふうに思いますけども、やっぱりこう、例えばニキビとかの場合は、私は肌荒れはニキビではなかったんだけど、例えばニキビとかの場合は、水分と皮脂のバランスが悪くてニキビが出ちゃうっていうことがとても多いから、やっぱり基本的には、巡りを良くするっていうことはとっても大事なことなんですよね。肌のターンオーバーを促すっていう意味においてもね。だからとにかく水をたくさん飲むっていう。ただ飲みすぎると今度はこうむくみになってきちゃったりとか、かえって毒になっちゃう場合もあるから、それは適正量は私はね人によると思うんですよね。私の場合はいろいろ試して2リットルちょい飲むと調子がいいっていうことが分かったので、そういう風にしてますけど、人によっては 1.5 リットル以上飲むとむくみになって、今度は水が溜まりやすい体になっちゃうとか、なんかそういう風にあったりとかするので、自分で見つけてくださいとしか言いようがないと思うんですよね。もちろんその美容のことをねいろいろ調べたりすると、何リットル以上飲むとか、これが適正量だっていう、のもちろんガイドとしてね参考にはした方がいいと思うけど、私観葉植物がすごく好きなので、やっぱりその植物によってはね鉢の大きさとか、その種類によってはガイドではこれぐらい水をあげてくださいっていう風に言っててるけど、なんかこの子はその頻度とその量だとちょっと元気ない感じがするんだよねと思って、ちょっとずつ量だったりあげる時間だったり頻度だったりっていうのは植物に対してはちゃんとやるじゃないですか。もうすぐ枯らしちゃうという人はもう知らないっていう感じなんだけど、その子の特性を見極めて水のあげ方っていうのも考えるじゃないですか。だからそれと同じようにガイドではこういうふうに言ってるけど、自分にその量がふさわしいかっていうのはわからないから、それをちょっとずつ時間をかけて見定めるっていうのがいいんじゃないかなって思います。
私ね、写真の加工をしないようにしてるんですね。インスタとかほとんど自分の写真載せないけど、載せるときは加工しないように気をつけてるんですよ。で、スマホでそのまんまの写真で撮ると、通常よりも肌ってちょっとね、粗が目立つようになってるんだよね。でもそれを見て、って言って自分を戒めたりとかもするようにして、やっぱり当たり前に写真をシャッターを切った時点で肌ツヤが綺麗に見えるもの、そういうアプリを使うのも、まあ、現代的だからそれは全然いいと思うんだけど、時々こう加工してない自分の姿を鏡とかだと都合のいいとこしか見なかったりとかするから、写真で客観的に見てふんって定期的に落ち込むっていうのも結構大事なこうやる気スイッチになるんじゃないかなと思うので、はい、おすすめですといった感じです。はい、ということで、まあ、今回ご紹介したことは非常にベーシックなことでした。皆さん、それ聞いたことあるんだけどっていうことが多かったんじゃないかなって思うんだけど、でもやっぱりそれだけベーシックなことをやってない人たちが多いっていうことだから、いつまでも繰り返し繰り返し言われ続けてるんだと思うんだよね。なのでベーシックなことをちゃんと一からやってみるっていうことが私は大事だと思うので、あえてねこういうふうに動画にしてみました。皆さんもしね、知ってたけどなんかやれなかったんだよねみたいな感じの方がいたら、これを機にちょっとトライしてみてはいかがかなというふうに思います。というわけで、今日は私の肌荒れの直し方についてお話ししてみました。また会いましょう。バイバイ。